おはようございます。11月20日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。今日9時の予想天気図です。今日は北海道を低気圧、その他本州を寒冷前線が通過していきます。このため全国的に傘の出番となります。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。今日は低気圧や前線が通過していくため全国的に雨が降ります。前線通過時は強まる雨や雷雨、突風などにご注意ください。また北日本や日本海側の沿岸部では強風や高波にも注意が必要となります。十分にご注意ください。また前線通過後は西日本方面で天気が回復していきます。九州や中国、四国エリアなどでは日差しも届いてきそうです。ただ前線通過後は今度は寒気が流れ込んでくるため日本海側では雨が降りやすい状況が続きそうです。また北海道は道北エリア、山沿いなどでは雪へと変わってくるところもあります。路面状態の悪化などにもご注意ください。関東も雨が降るタイミングありそうです。そして沿岸部では風が強い状況が続きますのでご注意ください。さあそして今朝は記録的に気温が高いというところが多くなっています。ただ前線通過後は空気が入れ替わり体感は一変します。特に日本海側は昼間も気温が低く寒くなっていきそうです。太平洋側も朝よりも夜の方が気温下がっていきますので服装などでうまく調節を行ってください。以上全国のお天気をお伝えしました。